ね、頑張ってほしいですね。最初のタンピングがムーンサルトですから、はい、よくご覧になってください。アジア大会ではちょっとそのムーンサルトが決まりませんでしたね。そうでしたね。最初のムーンサルトにご注目ください。やった。まずまず場内からも拍手が起こりました。森尾舞子選手です。森尾選手はこれで 9.9 以上出しませんと3位入賞はできません。すでに五谷選手の優勝が決まっています。苦しいところですが頑張りました。本当はそこは1回半ひねりから1回ひねるんですけど、はい、蹴れなかったから宙返りになっちゃいましたね。なるほど。この辺がいわゆる音楽のテンポが変わりまして、まあ、女性らしい美しさ表現力のところでありますが、またテンポが速くなりました。森尾舞子です。15歳になりました。1m38cm31kg、 全日本のチャンピオンです。もう少し上体の動きを研究してほしいですね。上体の動きをね、はい、はい、さてこのタンプリングは2回宙は決まりました。抱え込んでの2回宙返り決まりました。森尾舞子選手終わってにっこり。タンプリング